最近お腹が出てきたなーって悩んでませんか？実はこれ、ほっておくと、腰痛や反り腰の原因になるんです。もしすでに反り腰や腰痛という症状が現れていたら、どんどんお腹の上部や下っ腹が飛び出て、姿勢が崩れて体幹が弱り、なかなかお腹が引っ込まなくなるんです。今回のストレッチ、ちょっと難しいんですけど、めちゃくちゃ効果的なメニューなんで、一緒にやってみましょう。まずは座った状態で、簡単にチェックをしてみましょう。手を横について、体を横に倒してみてください。この脇っ腹のつる感じ、引っ張られる感じをちょっと覚えておいてください。次に体を前に倒してみてください。お尻や腰の筋肉が引っ張られる感じ、どうでしょうか。次に胸を張ってみてください。この腰の縮む感じがあまりないよっていう場合は、腰の筋肉が硬くてお腹が出て反り腰になります。それではやっていきましょう。まずは足を90度に作ってください。この状態でスマホを目の前に置いて、万歳して体を反らしてみましょう。この時に骨盤が大事で、反ったままではなく、ちょっと起こしてください。起こしたままで上に引っ張ります。これを繰り返していきます。息を吐きながらぐーっと引っ張ったら戻る、ぐーっと引っ張ったら休みます。ちょっとお腹を引っ込めて、息吐きながら太ももの前、お腹伸びてる感じがあると思います。息吐きながらゆっくり行きましょう。はい、 OK です。今度はこのまま気をつけしたら横に倒れてみましょう。ぐっと倒れたら戻ります。引っ張ったら休むっていうのを繰り返してください。できるだけこのラインをまっすぐ保ってください。今、脇っ腹、腰、伸ばしてます。膝が少し痛いかもしれないなっていう人は、何か柔らかいね、タオルとかを引いてやってみてください。ゆっくりですからね。はい、OK です。次は胸を手で軽く押さえて、手は L の字、このまま体をぐーっと回したら正面です。いきましょう。腰、お腹をね、ひねってます。このね、右手はね、これがないと左の胸ばっかり開いて右を開かなくなるんで、ちゃんとね、左側をひねる意識をするために手でガードしてます。いいですよ。はい、 OK。 今度反対に行きましょう。足を90度に作って、お腹をちょっと力を入れて、万歳ですね。息を吐きながら、結構膝ついてる足のね、前のもも側が結構引っ張られると思います。あんまりね、この骨盤を起こしすぎるとね、腰に力が入りすぎちゃうので、ちょっと丸めて、お腹にもちゃんと力を入れて伸ばします。よっしゃ。今度は気をつけしたら横に倒れていきます。結構バランスもね、いるんでね、ゆっくり気をつけてやってください。腰が楽になってきますからね。いきましょう。バランスを取りながら、余裕がある人はね、倒れたままずっと伸ばしてもいいんですけど、結構きついんで、やっぱり一回ね、軽く面倒だけど戻った方がいい。息吐きながら、よっしゃ、いいですよ。次は手に胸当てて、手を L の字にして体を回します。いきましょう。
はい、スタート。これも余裕ができてくるとね、ひねったまんまでもいいんですけど、やっぱり結構辛いんで一回戻る方がいいです。結構もものつけきついですよね。はい、オッケー。結構ももが疲れたんで最後クールダウンしましょう。膝を折り曲げて後ろに肘をつきましょう。この状態でキープです。もしね、この足を折り曲げるのがきついなっていう人はこういう体勢でもいいです。でもしね、これでもきつい人はちょっと足をね、横に出してください。こういう感じ、つま先を開いて、でこれで肘をつくとかね、やりやすい方法でいいです。できればね、もうこうやって折り曲げて寝れたら一番いいんですけど、ちょっときついんでね、これでいいです。よっしゃ、反対も同じようにいきますよ。結構あまり歩いてない人とかね、座り仕事の場合ももの筋肉が硬くなってるんで引っ張ると痛いですよね。これでキープ、やりやすい方法でね、伸ばしてください。もしちょっと余裕があるなっていう人は、その腰をねちょっと下に落とす感じにすると膝がちょっと上がるんで、それで下に押さえる、そうすると一番伸びます。この腰をね落として膝を落とす、いいですよ。よっしゃ、 OK。 で今度は寝たまんまでですね、腰をちょっとこういう感じで交互に伸ばしていきましょう。この骨盤をね、起こすっていうことが硬くなると、どんどん骨盤前傾が進んで、お腹がね、突き出て、お腹を締める力がね、足りなくなって、腰に力が入って、腰痛や反り腰になってきます。ですんでね、伸ばすことも大事だけど、やっぱこういうね、丸めることも大事ですね。よっしゃ、オッケー。じゃあ楽に座った状態でもう一回チェックしてみましょう。手をついて横にひねってみてください。さっきよりもね、間違いなく可動域がね上がっていると思います。要するに体がね引き伸ばされたってことですね。前にかがんでみましょう。突っ張る感じがね、確実に減ってると思います。ほら、胸張ってみてください。ぐーっと、さっきよりもね、胸が張れると思います。これで骨盤のね、状態が結構リセットされてますんで、これを日々行っていくことで、腰痛、反り腰解消されます。ストレッチをしっかりやった日は、次の日少し硬くなります。ですので、2日に1遍ぐらいの目安で、1週間ぐらいやっていくと、体が結構ね、楽になってきますんで、そうなると日々ね、毎日やっていくことで、どんどん体が引き伸ばされて、反り腰、腰痛改善されて、お腹もへこんできますんで、ぜひ続けてみてください。頑張ってやって変わってきたよって感じがある人はね、よかったらグッドボタンとコメントで教えてください。